アロハーチャチンこと佐野千秋です。もうサムネイルを見てくれた方わかると思います。激坂最速王選手権、ゲストランナーとして上りの部出ます。本当はピストンに出たかったんですけど、ちょっと下りは足に負担がかかって故障するリスクが高いので、今回は上りだけ頑張りたいと思います。で結構ね混んでて車すごく大変で、結構時間がカツカツなのでパタパタやっていこうと思います。これから招待選手控え室まで行きたいと思います。はい、招待選手受付が終わって控え室なおでございます。時計忘れちゃって、多分ね今は11時40分ぐらいなので、でスタートが12時ぐらいだったので、まあ、ちょっとねここで時間を置いてからスタート地点に向かおうと思ってます。なんかすっごいパタパタしてるで多分招待選手なので一番最後からスタートのね、だからみんなを抜かせるか分かんないけど、抜かしながら頑張れって応援しながら楽しく走っていきたいと思います。緊張する、落ち着こう。無事にスタートできるように、そして無事にゴールできるように、フォームを意識して、今日はもうタイムとかね気にできないので頑張っていこうと思います。見てみて、もうすぐスタートです。この方たちのウェーブが行った後に、まあ、しかもめっちゃ速そう、めっちゃ速そうなこと招待選手として皆さんを追いかけていきます。ナイキロ帽子と他の T シャツ、そしてアンダーアーマーのアンダータイプとこれシューズです。昨日ね先輩のお姉さんの若菜さんが聞いて、カーボンはやめとけって言われたんで、ジョグシューズで参戦です。でちょっと気になった方いると思うんですけど、ちょっとテーピングしてるんですけど、このテーピングは足が痛いからじゃなくて、足が痛くならないような備えとして昨日リカバリーラボでしていただきました。まあ、詳しいことはね概要欄に貼っとくんで、リカバリーラボ私が行ってるところ、ぜひ皆さんもいいとこなんで行ってみてください。インスタにもね上げる予定ですので、ぜひぜひ見てください。あと何分後かな、寒いんですけどちょっと緊張してきちゃった。あ、ね、楽しく走ろうと思います。もうねさっきのねウェーブの人たちはもう登りきって見えなくなっちゃってますから、まあ、それをね追っかけて頑張りたいと思います。見れないんですけど、楽しさを伝えながら行きたいと思います。はい、ちょうど30分ぐらい経ちました。入ったー、頑張れー。30分経ったんですけど、ぼっちを忘れて入ったー。何キロかわからないです今ガシガシしんどい。入ったー、みんな楽しそうで、きつそうなの私だけかも。めっちゃきつい。あと何キロか分かりませんが頑張ります。入った、今約1時間経ちました。約半分まで来たらしいです。入った、入った、入った、ありがとう。半分なんでこのまま行きたいと思うんですけど、ふくらはぎに生き物がいる、ムニムニしてる、なんか釣りそうな、釣らなそうな感じが続いてます今。でも走り切りたいから、ファイト、ありがとう、ファイト。みんなの声援を胸に走り切りたいと思います。ちょっとふくらはぎ心配だけど、ありがとうございます。完走は絶対したいです。やっぱね、この超大自然の中で走れるのやばい。傾斜 10% のとか入っちゃったんだけど、傾斜 10%、 めっちゃしんどいけどめっちゃ楽しい。
あと2キロぐらいってことで、あ、すげえいい景色からの、見て伝わる。ここを登り切ってちょっとしたらきっとゴール、ゴールまできっとあと 100m だと思う。なんか音楽鳴ってますよ。あ、もうちょっと、見て、もうちょっとでゴール、わーい。みんなと一緒にゴールしましょう。 YouTube のみんな、見てるみんな、わーい、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。よいしょー、ゴールしました。ゴールしました。ありがとうございました。はい、無事ね、完走して、着替えももう済みました。激坂最速王決定戦っていう大会なんですけど、もう私はね、タイムというよりももうね、楽しんじゃった。この景色と一緒に走ってくれてる人たちと、私よりも倍走ってる人たちを応援するのも楽しいし、応援に応えてくれるのも嬉しいし、応援してくれるのはもっと嬉しかったですね。で、私佐野千秋っていうゼッケンが貼ってあるから、千秋ちゃんだ、ランスも見てるよ、 YouTube 見てるよ、フォローしてるよとか言われるのがめちゃくちゃもうね、支えになりました。ありがとうございます。今日も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。